皆さんおはようございます。佐藤ゆりあです。今日は私のゆっくり過ごせる休日のモーニングルーティンをご紹介していきます。
いかがでしたか？今回はゆっくり過ごせる休日のモーニングルーティンでした。今回ご紹介するのはこちらです。ビードのクリアジェルです。これは優しくオフする薬用ピーリングです。私は朝の洗顔後に使用しています。今までは朝洗顔しない派だったんですが、最近は毎日の肌の状態をよく見て、その日によってケアを変えています。暑い日の毛穴がザラついている日や肌の汚れが気になる日、化粧水の浸透が良くないなと感じた翌朝、そんな時に使っています。これはピーリングジェルなんですが、角質を溶かさないのでお肌にとっても優しいんです。どうやって角質をオフするかというと、タンパク質やアミノ酸に吸着反応して汚れを除去してくれます。なので肌に優しく、古い角質や汚れを落として肌表面を滑らかでクリアにして、化粧水の浸透率もアップしてくれます。週に 2,3 回使ってるんですけど、肌のザラつきがなくなる感じと、化粧水がぐんぐん浸透していく感じがすごくお気に入りです。これは薬用で皮膚の洗浄、殺菌、消臭、体臭やニキビ予防にもとても効果的なんです。200ml と大容量なので全身にも使えます。セット購入なら割引キャンペーン中で、サンプルが6回分もついてきます。ぜひ気になった方は試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。